十分読んだでしょう。いらっしゃいませ。どうぞご自由に。買わなくても大丈夫だから。テイワット観光ガイドのリーユエ編を探してるんだけど、ここにいないか？ああ、その本はあまり人気ないから、結構前から置いてないよ。モンド編は面白かったのに。残念だ。その本の作者って変わってるからね。ガイドだけど、あまりガイドとして使えないんだよ。売れないどころか、その本のせいでお客さんから苦情が入る始末だし。モンド編は冒険譚として読んでて面白かったのに。残念だな。とにかくここにはないから諦めて。どうしても読みたいなら上級殿のところに行ってみるといいよ。上級殿って？警察層に住んでてね、様々な絶版本をコレクションとして集めてるんだよ。短気なところもあるけど、本の話になると結構話しやすいから安心して。彼がまだリーユエ校にいた頃、うちの常連さんでね、今でもたまに彼に本を送ったりするよ。今絶版本と言った？ではあの絶版した新小説劇録第6巻も彼の？これは失礼した。僕は行く秋、たまたま通りがかった読書家だ。僕も本を探してるんだ。せっかくだから一緒に警察さんに行って、その上級殿というものを尋ねようと思うが、どうかな？本を愛する同志だ。かしこまる必要はない。終わりだ。天の裁きだ。ん？何かね。用件があるなら手短に言ってくれ。絶版本をたくさん持ってるって聞いたぞ。テイワット観光ガイドのリーユエ編を借りたいんだけど、持ってるか？本の話はやめてくれ。聞きたくもない。双眼巨園が閉鎖されてから、うちの鉱石の売り上げは激減だ。その上ファデュイまで邪魔してくるし、支払いのためにわしの愛書は全て質に入れたよ。これがどういう意味かわかるか？違う。本はわしの人生だ。わしが一生かけて集めた大切なコレクションが全部なくなったんだよ。
君たちに叫んでも意味がないことくらい分かってる。それより早く金を作る方法を考えないと。他に用がなければ帰ってくれ。世間話する気分じゃないんだ。それはあの新小説劇録の第6巻も七に入れたということかな。おや、そのタイトルを知っているとは。君はなかなかにいいセンスしてるな。オイラたちにはセンスがないって言ってないか。それは時代を代表する奇書の一つだ。出版された時は誰も興味を示さなかったが、後に武侠小説に対するイメージを変えるものとなり、それを模倣するものもたくさん現れた。最初の印刷数はかなり少なく、すぐさま絶版したんだよ。その後重版されたのだけど、続編として出版された第6巻だけはなぜか再版されなかった。そうそう、その通りだ。数がとても少ないからどれだけ金に困っても七には入れられないよ。つまりその本はまだここにあるということだね。ああ、唯一わしの手元にあるコレクションだ。おい、お前いつまで待たせる気だ。赤白売るのか売らないのか。シゲサイコー様を怒らせたらファディを怒らせたことと同じだからな。どうなるか分かっているんだろうな。はあ、また君か。それでも7割も引かれた値段で売るわけにはいかない。そんな値段で売ったら永遠に本を取り戻せなくなる。そんなことは知らん。本を読みたいか生きていたいかお前が選べ。それとも本を抱えて棺桶に入りたいのか。そんな。お兄さん、商売というのは互いが合意した上でするものだ。強要はいけない。なんだお前。お前には関係ないだろ。コカハユクアキ、ただのおせっかい者だ。コカハ？今コカハと言ったか。この時代にまだコカハを口にする奴がいるとはな。ただの名前だけのモンパだろ。よくも俺の前に立てたもんだ。正義と肩書きは関係ない。君も虎の意を狩る狐のような召使いだろ。お前首を洗って待ってろ。絶対に痛い目に遭わせてやる。あとお前もだ。あの鉱石は何が何でも売ってもらうからな。はあ、生き地獄とはまさにこのことか。ところで例の本は貸してもらえないだろうか。いいんだ、心配してくれる人なんて求めてはいない。さっきかばってくれた礼に貸してやるよ。ありがとう。この本を3年も探してたんだ。この恩は必ず返す。そういうのはいい。本をちゃんと返してくれれば大丈夫だ。コカハの弟子に期待なんかしていないしな。何も解決してないだろう。今度こそ負けた分を取り戻せるはずだ。ここで本を読むのがお前の正義なのか。へえ、こんなことが。
なるほど、面白いな。おい、話を聞け。うん、人気なのもうなずける。おい、そうだな、鉱石を安くしないと痛い目に遭わせるって、まるで強盗みたいだ。勝手に僕を仲間外れにするな。聞こえてたんじゃないか。この本を借りたのは、このままだと上級殿がこれを質に入れるだろうと思ったからだ。彼に言った言葉は嘘ではない。恩を必ず返せ、それが義教というものだ。この本は僕が代わりに保管する。そして彼の他のコレクションも僕が何とかする。もちろん方法はある。すでに心当たりもあるし、あとは司祭を決めるだけだ。ここで少し観察させてくれ。あまり時間はかからないから。まだこんなとこにいたとはな。さっきのがただの脅しだとでも思ったか。バカ派のくせに大した度胸だ。ああ、間違えた、コカ派、コカ派だったな。灯籠が斧を持って竜舎に向かうということわざがある。あ、何言ってんだ。帰ってくれ。強引な商売は僕が許さない。それに相手が恩ある上級殿ならなおさらだ。お前またそいつの味方をするのか。タイミングが悪かったな。今日はファデュイの方が後ろについているんだ。コカ派のやつなんて目じゃない。僕はまだ若いが、それでも数年世間を渡り歩いてきた。悪人を恐れる必要がどこにある。ならこの俺が痛い目に遭わせてやるよ。相手を間違えたら。この件はわかるかい。気なせるから。陣営のごとく。ふわっ。いや、任せてください。戦場のお掃除の時間です。やっ、我が剣よ、影に従え。おのおぐいの剣、さあ瞬く間に。ただの石ころかと思ったら、まさか神の目だったとは。今日のところは見逃してやる。このままで終わると思うな。覚えてろよ。痛い目に合わすとか言っていたけど、彼には一生無理だろうね。ああ、でも神の目を使って相手を倒しても弱い者いじめみたいになるからね。あまり使いたくないんだ。僕も門派を立て直したいという気持ちはあるけど、それは一朝一夕でできるようなことではないんだ。あいつら今は言ってくれたけど、きっとまた来ると思うぞ。ああ、恩人殿を困らせるわけにはいかない。商売にはやり方があるんだ。この件は僕が最後まで責任を持つよ。ファドイが商人の味方をするとは考えにくいけど、あの召使いの態度を見た感じ嘘ではなさそうだし、本当に手を組んでいるのかもしれない。それに先ほど奴が言っていた重細工、その名を聞いたことがある。彼の屋敷はリーユエ校でもかなり目立つんだ。君たちは何か手がかりがないか探してきてくれないかな。まあお前の考えは筋が通ってるけど、お前はその間何をするんだ。僕は他に調べたいことがあるんだ。そうだな、後でリーユエ校の玉境台で集合しよう。本当だよな、オイラたちを雑用係として使ってるんじゃないよな。
おお、そんな考え思いつきもしなかった。素晴らしい。言葉にできないほどの良案だ。うん、腹が立つぞこいつ。殴りたい。わかった。でもオイラを怒らせたやつには嫌なあだ名をつけてやるぞ。そうだ、本の虫にしよう。僕のことは待たなくていい。先に出発しててくれ。あと1ページ読んだら僕も出発するから。あと1ページね。